どうも、うずです。今日は Mac の話したいと思います。 Apple の Mac。 ローソンの街カフェのカフェオレ美味しいよね。好きです。 Mac の話だ、 Mac の話。2016年9月21日、あれ日本だと9月21日でよかったよね。新しい MacOS10.12 シエラがリリースされました。もうすぐアップグレードしようとしました。あの、私ずっとこう Mac 使い続けていて、タイガーの時からですね、自分で所有している分としてはこの Mac タイガーの時から利用してます。購入したのが確か2009年だったか2010年だったか、もう7年使ってます。でアップグレードしようと思ってアップストアへ行ってポチッとやったら、この Mac は対応してないんだわ。対応してなかった。ついに私の Mac 新 OS を入れることができなくなりました。しょうがないね、もう7年も使ってればね。よく頑張ってくれたよ。いや、まだ頑張るよ。 OS はね、最新のにはならなくたってまだまだ使えるからね。でせっかくなので MacOS10 の歴史をちょっと振り返ってみましょう。実は MacOS10 っていうのが2001年から始まったんですが、製品版がね。でもその前にお試し版みたいな、ね、コードネームのものがあったんですよ、 MacOS2000 年に。でずっと MacOS10 の時代ってほとんどが猫科の動物の名前をつけてたんですが、一番最初、つけた名前はヒグマ、コディアックヒグマっていうかな、コディアックっていうコードネームを採用してたんですよ。で実際2001年に正式版の MacOS10 がリリースした時にチーターという名前からスタートしました。で当時の価格は OS14,800 円。もうびっくりでしょ。今はもうここ何年かは MacOS って無料でね提供されてますけど、当時は 14,800 円でチーターは提供されました。で当時この MacOS10.0 が出た時代って Windows XP の時代だったんですよ。で Mac って 10.0 になった時点ですごいユーザーインターフェースが完成されていて、綺麗な画面だったから、フォントも綺麗だしね、 Windows XP と比べた時に異常に綺麗だったんですよ。だからみんなこの OS10 はすげえすげえっていう話になったんです。あの当時私デザイン会社にいて、そこでちょっとこの10で、まあ、OS のね9と10のちょうどね切り替わる時にそのデザイン会社で過ごしていたのでよくわかるんですけど、まあ当時はね Windows がね汚く見えました。Windows 別に嫌いじゃないよ。でその半年後ぐらいに Puma っていうコードネームで OS10.1 に上げられました。で翌年2002年には Jaguar というコードネームで 10.2 がリリース。ただ日本では商標の問題でこの Jaguar というコードネームは正式にはね製品名には付けられなかったそうです。で2003年、この辺はねちょっと自分も印象深いんですけど、パンサーという 10.3 ね、パンサーになってシステムの安定性とか処理能力がこう向上したっていう形で、当時ね使ってた時もかなりこうフリーズするのが頻度が減ったっていう印象はありました、仕事で使ってて。で、次 10.4 タイガー、これ私ここから使ってます、個人的にね。でもうこの 10.4 のタイガーってなった時にもうファインダーとかこうデスクトップ上にこう綺麗に並べられたりとかしてすごい使い勝手が良くて、もうこの時にね結構 Mac はほぼね使い勝手は完成されてた気がします。で 10.5 2007年にリリースされたレパード、このレパードがまたね、なんだろう、まあ、みんなそうなんだけど、あの画面が美しくてすごい使ってる感がね、なんか未来的な感じがすごいしてね、たまんなかったです。でこのレパードから今でも使ってるあの新機能の Mac のねバックアップシステムタイムマシンっていう機能が加わって、当時はよくハードディスク外付けのをつなげてタイムマシンにデータを丸ごとバックアップって頻繁にやってました。今はもう400日ぐらいやってないです、ダメじゃん。でここで 10.6 スノーレパード、これもかっこいいよね。これもねまだディスクで買うタイプのアップグレードだったのでディスクで買ったんですけど、かっこいいんだよその白いパッケージが、白表の、まあね当時はかっこよかったんですけど、こういうね白表のなんかイメージのやつでかっこいいでしょ、この白表スノーレパード。 OS10.6 もねすごい印象深い OS でした。この頃はなんかよかったね、ワクワクしたんだよ、なんか新しい OS が出るのに。まあそれじゃね今はワクワクしないのかっていう話なんだけど、しないな。でこのスノーレパードは2009年の8月26日にリリースされて、その後がちょっと空いたんです。次にリリースされたのが OS10.7 ライオン、これが2011年7月、だから約2年間だね、ほぼ丸ごと2年間、スノーレパードは持ったんです。だからすごいスノーレパードはすごい完成度良かったんですよ、バグも少なかったし。でこのライオンから初めてあのアップルは OS をディスクで販売することをやめました。完全にダウンロードでアップグレードするっていう方式に変わったんです。スノーレパードの時にね OS が3300円で買えるっていうのびっくりだったんですけど、このライオンになってから2600円という価格に、これもねすごい安い。でこのあと1年後に2012年7月、10.8 マウンテンライオンがリリースされました。
まあ、ライオンの、 あの機能、新機能をいろいろ搭載してたんですけど、それをこうしっかり安定させたっていうのが、まあ、このマウンテンライオンですね。だから iPhone と一緒で、 iPhone も今 4、4S、5、5S、6、6S って来てるじゃないですか。なんか元のベースがあって、ちょっとこう安定させたような、ちょっと機能加えたような、あのやり方を MacOS もずっとやってるわけなんですよね。要はレパードを出して、そのなんだろう、安定性上げたスノーレパードでライオンリリースして、ライオンのまたちょっとバージョンアップ、マウンテンライオン。だから大きくね、 OS が変わってるのは実際にはね、2年3年間隔なんですよ。でこのマウンテンライオンで、その猫科の動物の名前、コードネームに使うのが終わりを迎えまして、ここからが私はちょっと寂しくなる、あの地名の名称ですね。まず最初に出たのが OS10.9 マーベリックス。この時何変わったっけかな、あんまねUI のデザインの変化もほとんどありませんでしたということで、変わったところがほとんどないんですよね。だ iOS7 があのアイコンフラットデザインにしたんですけど、それの真似をして、真似というか、まあ同じような統一感にして、フラットデザインのアイコンをよく使ったなとか、そういう印象があったんですが、大きくねこれが変わったっていうのはあんまりないです。でそこに来て2014年10月、ヨセミテリリースされまして、このヨセミテで、ヨセミテでは UI のデザインが結構大きく変わられて、 iOS7、iOS8 に採用されているフラットデザインをもちろん取り入れていて、システムフォントなども増やしたという形で、まあ、デザイン面は大きく変わりました。ただ何か新しいものが加わったかというと、自分が使ってる中ではそんなに感じられるものはありませんでした。もちろんね、使う人によっては良くなった機能もいっぱいあるとは思うんですけどね。で、2015年の9月にリリースされ、今は私が使っているバージョン 10.11 L キャピタン。まあ、これも別に不満なところはないんですけど、あんま変わってないから。なんかね、システムが安定していて、性能が低い Mac でも使えるような OS ということだったので、え、なんだよ、システム低くても使えるように改良されてるんだったら今回の 10.12 もそうしろよって思っちゃうんだけど、まあ、フルスクリーンモードで、あのアプリケーションを2つこう並べるっていう、まあ、ちょっと先にね、マイクロソフトの Windows の方が先にやってましたけど、その機能を一応追加したりとか、細かいところの変更点があったのがこの L キャピタンですね。はい、ここに来てやっと 10.12 シエラの話になるんですけど、まあ、シエラで大きく変わった機能、音声認識なんですよ。あの Siri が加わりました。それなので声でマルチタスクでね、いろんな操作ができたりとか、ファイル探しも Siri に頼むっていうことができる。で Siri の答えはいつでも見られる場所にということで、画面の方にあのよく iPhone で見かけるようなね、ホワンホワンっていう音声認識のマークが出てます。で画像や情報を探したいときはただ話しかけるだけと、この音声認識でファイルを探せるっていうのをちょっと強化したのが今回の新しい OS シエラの最大の魅力でございます。これ試せないのがちょっと残念なんだけどね、 Mac 買うか、もう Mac 買っちゃうか、ロードバイク諦めて MacBook 買うか、まあ、あとは私が今待ち焦がれてる Apple Watch を持ってる人もなんと、Mac に自動的にログインできるということで、パスワード入力が必要ない、要は Apple Watch とね、これリンクしてるものをね持ってれば、Mac のそばに来て座っても開けた時には使える状態になってるという、この辺の連動がいいよね。 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch になっちゃった。まあその他にもいろいろと細かいね、あの改良点は加えられてるんですが、ちょっと目立つところはそのぐらいかなと思います。まあそういう意味では別に私今使ってるこの L キャピタンから、あの無理にね Mac 新しいものを買ってシエラにする必要もないんかなと思うんですけど、ただあのMacOS シエラにされた方のその音声認識ですね、 Siri の反応がどうなのかとか、ブログとか YouTube 上で見てみて、もし使い勝手がすごいいい、これすげえよ、革新的だよっていうのがあったら、ちょっとやばいな、 MacBook Pro が欲しいなって思っちゃいます。ということで本日は少し話長くなったかもしれないんですけど、 MacOS 新しいバージョンですね、シエラについて話をさせてもらいました。ただ今回は、MacOS 新しいバージョンになって初めてインストールしての感想が言えない状態になりましたので、いつも Mac の話聞いていただいている皆様には大変申し訳ないと思っております。できることならば、MacBook 新しいものは用意したいとは思っておりますが、これは何とも言えませんので、まあちょっとしばらく Apple 関連の話続いてしまってますけれども、これからも私のチャンネルの動画よろしくお願いします。今回の動画役に立ったな、気に入ったなっていう方がいましたら、ぜひ高評価の方をお願いいたします。こんな感じでゆるく、製品の情報とかお話ですね、お話をやってますので、もしこういうのが嫌いでなかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。でもちょっとショックだよな、7年間毎日使い続けてる MacBook ね、すごい愛着あるんだけど、ハードディスクもね2回ぐらい取り替えたかな、この中メモリ増設したりね、ほんとこの Mac はね可愛いんですよ、愛してるんですよ。気持ち悪いね、
こんなおっさんね